そして穴ぶりと、うん、おイラリーですね、クレイジラ君が。イラリー、そして、ファラファラですね。穴イラリー使うよな。おっと、まずはアッシュの壮絶な当たり合いをハッピーが制しています。さらには総外備最初のこのまさか CR じゃなくてファルコンズ、チームファルコンズ優勢です。そうですね、はい。まあ、ただここでいけるのか、ヒールもかなり回しているので、クレイジーラン君側はナノブースト先に溜まるのではないかというところですが、シュウはリップ強い。あまりフィールだと差がないですね。フィールターがむしろ怖い。そうですね、とりあえずうまい。ただハッピーそんなフリックやしやめて、先手を取ったような威嚇射撃はうまくリップに対して圧力がかかっていました。怖すぎるだろ、そのフリックからのヘッショー。ポイントの中スマーフ取ってる。しかし阻害が入ってんだよね、シュウの。ダイブで飛び込んで、やばい、ファルコンズの HP がみんなまだ崩されていません。みんな結構ローになってるけど、ね、あーギリギリ阻害便。サイドのトレサーが手痛いのでそこに圧力かけましたが、これでエリアが、いや、シュウの阻害がビンで倒しちゃってる。ついに耐えられるか。残りはあとはハッピーもバブルがない。ヒーさんを、あ、やばい、あのブースは回ってる。珍しい、CR がミスった。まずはファーストポイント、クレイジーラック。ウィンストのバックタイミングとナノ被った。まだナノを残した状態で取り返すことは十分にできるでしょう。今ボールに使ったので、はい、ナノブースを合わせの攻撃はできませんでしたね。ちょっとロスになってしまったので、この後手痛いしっぺ返し来るかもしれません。今から行きたいというところで、現在リップのダイナメイトが的確に取っています。来たー、これ死ぬんだ。外れましたね。修理したら相当珍しいスリップ外したやつ。まあ、ちょっと中距離だったので難しかったかもしれませんね。さあ、このナノブーストを生かしての取り返しの部分は成功。はい、まあ、最初ナノブーストの噛み合いができなかったことと、準備がギリギリ間に合いませんでしたよ、レイジが。ちょっとそこの部分でファルコンズ、まさかわずかな噛み合いの差だったんですが、取り切りましたファルコンズ。ただシュウの最初の阻害良かったですよ。アルティメット合戦来るぞ、これ、うん、このウェーブがそこをうまく守ってたのもお見事、はい。さあ、トレサーの一度仕掛けてきたタイミングが高時間で引き切った。これだいぶ、これこのウェーブ左右されます。ボブスタート、このアルティメット合戦勝ったチーム熱いぞこれ。さあ、隠れているぞスマーフが。スマーフ挟まっている。そしてサポートライン2人に絡みに行きましたが、スリープラスで、あ、準備ボブ落とした。うわー、シュー、あと 5% のレイジが上がりません。なんでスマーフ倒してんねん。準備のような思いでしょう。いやー、このウェーブ勝ったらでかいな。 CR バレッチまで行く。ここは殲滅完了となるか。そうですね、ほぼほぼもう殲滅に近い。いや、行くんかいそれ。強きすぎ、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 強きすぎ。それカバーのカバーが厚すぎましたね、今カバーのカバー、はい、全くの手のかかるところも可愛いよね、ヒーさんは。手がかかるところもサポからしたら、おそらくデスしていたような場面でしたね。手がかかるやつだな。いや、スマーフもね、もうこれレイジ上がること前提の飛び込みだったんですけれども、はい、それを許さなかったのがシュウでした。あれ助かんの、えぐいな、ね、スマーフね。ですね、絶対死ぬけどね、あんな。キャプテンさんが一方的に上がっているのがクレイジーラクンガーです。絶対助けてもらえないけどね。スマーフはこれを大事にしてる。それは助けてくれるんだよな。ナノブーストはまずはクレイジーラクンのチョロンシューは。ただこのナノはうまく距離を使って、はい、キーさんが好きなように動いてもケアくれるんだよ。それがでかいわ。見方もできるので。なるほど。さあ、この後ですね。うわー、コンガチョン。いやー、素晴らしいアルティメットの、まあ、ずらした仕様でしたよね。いや、でけえなこれ。スマーフ？スマーフ2人倒してる。シューリップを倒してる。このままだと次が最終ウェーブになりかねないといったところです。しかし、お1人でなんかシューとリップ落としてるけど、レイジが上がってくる。上がりますね。ちょっと前に使ったばかりなんですけれども、はい、まあ、スマーフが少し溜めてた時間がありますからね。ありましたけれども、はい、アルティメットが、まあ、バレッチレイジと、うわ、阻害がやばい、マジでシューの。うわ、ナノ持ち倒した。ナノ持ってるフィルダー落としたのやばすぎ、それ。もうさあ、レイジこれ勝ちですな。そしてフィルダーそのキャリーは帰ってくるまでの時間を、さらにスマーフにも阻害。ギリギリ、ここはスマーフ。あ、もうシュウが強い。バブルの中溶かされています。みんな強い。第一ラウンドはクレイジーラ君。いや、その阻害やばいなっていう阻害が3回くらいあったな、もうこのラウンドだけで。まあ、防御性能も結構高めですからね。来た、準備ボール、ね。まあ、ウィンストン単体でサポート崩れることあまりない。削りすぎ。ちょスマーフも削りすぎ。スマーフなんだ。スマーフが。お互いボール、ボールメタルか。準備とスマーフ同じようなタッチ。フィルダーの阻害も決まってます、3人に。そんなに飛んでるギャラリー。メイン当たりますかね。これ以前ビリッジも見せていたんですけど。このゲーム。なるほど。穴毛。いやー、ディーバなどでね、対空するのはよく見ますけど、なんかジュンビンって結構ボールで対空するじゃないですか。しますね。今回はもうスマーフもボールで対空していきましたね。うん、そうですね。お互い穴、お互いミラーか、完全ミラー。
ブライトしていた2人のプレイヤーたちが一気にダメージを食らっていました。あ、ジュンビン、ジュンビンはね、戻ってるんだよね、マジで。リカバリーするまで時間がありません。なぜか知らないけど、ジュンビン絶対してないんだよね。帰ってくるんだよね、ちゃんと。スリープパラーサーボム全部ヒット、フォーカスビームでギリギリで、スマーフも変えるんだよね。持ちこたえてはいる。うまいタンク、死なずに変えるんだよ。準備は体力パックス。あ、まずはハッピーリポート。スキル全部タンクしてフォーカスもらってあげて。サイド側で差がつきましたね。サポートがスマーフに疲労回してるタイミングでしたけれども、トレイコーの強みは、まあ、圧倒的な、まあ、エリア取り能力と、ちょっと意外な崩れ方をしましたね、クレイジーラック。あと継続、なんだろう、その瞬間火力も出るし、継続してダメージも出せるし、まあ、リップ機動力もあるしみたいな、起きたような印象です、うん、欠点がない。いやでも本当にハッピーがリップとの当たり合いに負けていません。ヒットスキャンとそんな変わんないダメージ出せる、はい、ここは入るから挟み込み、いやスリープでかわした、そんなことはないかな。あ、しかしこの残った1ミリの部分はもう目が覚めた。むしろルシアだからお互い、はい、ただですね、かなり実は今までダイブできるかみたいな、この後の賞金人生まだ分かりませんね、お互い。ただわかんない。うわ、コントロパーがコントロパーはうまく遮蔽を使って逃げていますが、これを準備がボディで突破していきます。サウンドバリアでビート1個で勝てんじゃない、行きましたね。ナノトレーサーを返していく1掛けの状態のチームファルコンス、ここが 99% までポイント進めさせるか。うわー、うまいな。これはさすがに厳しいと思います。ファルコンズクレイジーラクーンポイントの取り返し 86% 進んでいます、ね、だからヒーさん、ヒーさんってマジでアルティメット溜まったら速攻使うよな、はい、なんかそこで使うんかって思うとこでも溜まったからなんかアルティメットあったから使ったわみたいな。今が爽快がないでした。コピーナノブ温存してるとこ見たことないわ、ヒーさんが。向き向きにして正面のあたり。負けウェーブだろっていうウェーブでもどんどん吐いて。さあ今回はクレイジーラクーン側が逆に勝ちを取ろうとするし、うん、チオはサウンドバリアを温存したのもあって、今回は周りの通りに行きたいですね。周りの4人が頑張って温存してる。するメーカーのカウンターさんが使いまくるから。状態のクレジラ君です。うわ、阻害がすごいね、シューの。危ないところ。シューによるキャリー、チオはギリギリ1名を取り留めました。この中でもサウンドバリアまだ使っていません。さらにはスマホのマインフィールドがポイント内に振り分けられている中、ここでカウンターのサウンドバリア。ナノボスと合わせてエコーを与えていますが、リップが崩されています。さあ、お互いにキルトレードにはなっていますね。4対4の構図、エコーミラーヘッドにしっかりと当てたヒーさん。ただスマホもシューを落として、これでかいぞ。そして、リップの方が早く帰ってくるか。サイトはかなり大変。ナイス、でかい。これまずいですね。ファルコンズ勝ってますよ。これそうだね、ファルコンズ。あ、なんか満員で中央が落ちてる。時間を稼ぐことはできます。これ準備のワンキルかなり大きいですね。ですね、はい、うわ、これリッターなんだろう、どっち勝つんだろう。正面突破していく。さあ、ボールがちょうど背後に入っていくのを確認しました。ここはバック付近での放線。いや、これ避けましたね。わかんねえな、これ一ブーク。ポイントは依然 CR が踏んでいる。ここはリップ、チオの部分はリップが刈り取った。これで人数優勢 CR。 ただ阻害瓶が2人に入っている。このまま阻害を生かすことはできなかった。強いプロパー。プロパーがキルにはつなげた。次の試合にはどうだ、ボム全部つけた。フィルダーが帰ってくるんですね。そうですね、フィルダーが落とされているので、ちょっと今のキルを利用するのは難しいかもしれませんね。いや、ボール強吐かせた。さあ準備、後ろには回っている。チオが迎えに行ったらアルティメット状況、なんか何とも言えないな、どっちも。ただファルコンズの方がちょっと上がるの早そうか、全体的に。とこの準備の立ち位置気をつけなくてはなりません。ファルコンズが先仕掛けしてフィルダー守った。スリープが熱い。コピー、対してはナノブスト。ここではスマーフがやばい。体力が少ないのか、現在スマーフがウルト上がらずに落ちちゃうかもしれない。これウルト受けるかな、スマーフ。エリアの制圧は明らかに CR。 うわ準備が先入った。マインフィールドはスマーフ持ってます。そうですね、ただ巻けるかどうか。巻いた巻いた。プロッパーのファルスが寝てる。プロッパー、シューが寝かしとる。うまく稼ぎました。さあこれは来たぞ、そこにやってくるリップ。うわー、シューリップリップリップ。さあこの承認がかなり辛いファルコンゼ。マインフィールドがあるので、いやエリアは完全に奪われている。なんでこの勝負勝つ。クレイジーラクーンです。トレゲン、あらららら、これトレゲンやんの CR。 え、マジか。ちょっと待って、ちょっと待って、ここに来てトレゲン。え、珍しい。何これ、いきなり。なんじゃこれ、頭混乱した。これガチガチの大暴クレイジーラクーン仕掛けてきますか。急に来ました、トレゲン CR。 ちょっと危険を察知しましたか。かなり構えてる場所が後ろ目ですね。唐揚げでお願いしたい。
相手の動向を見守るような形で、はい、対応するような立ち位置で見ています。これ相当後ろ目で見ているので、はい、これは知っている。うわ、来るぞ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 、来た来た、先に行った高台の部分、ここは一度ビンで耐えている、いなしてる、わー、そして降りたタイミングはプロパーが大きな口を開けて待っていました。素晴らしいブーブたちよ。確かしいなしたねちゃんと。ファルコンス取り切ります。なんか高台付近は一度知ってたかのような動きだったね。構成そういうことには成功していますが、いやただねクレイジーラクーンがこれ攻めに行っても結構マトリックスで守れたりするんで、だいぶ一辺倒の戦い方だとかなり厳しそうではありますね。さあ、うん、これはプロパ ー、ね、いやープロパーキャリー入ってる。さあトレーサー落としたぞ。 1v1 で勝った。さあこれは意外な展開がまた続いてますね。さすがにトレーサーの勝負になっちゃうとプロパーにリープがアッシュきた、ね、はい、うーんファルコンズ側がもう引き目守りへ全体で見ていたので、まさか背負うつもりか、対策を知ってるよと言ってんだかプロパー戦っていました。まあただまあ集団戦的には1回ナノヒーサー、ナノ準備形ですね、はい、ただあとはいやナノ準来そうだな、ナノ準アンケントは 50% 差、うん、これは間違いなく次のボブが出るタイミングでは一回ここではつけないんだよね。あ、来た、差になるぞ。阻害が1回ダイブした部分はブープで始まりました。そして2度目のダイブになろうと、なしてたこれ死んじゃうんじゃない。ただこれ準レイジ上がんない、仕留められていません。スリープダーツ 5% ピルだ。想定以上にアルティメットゲージがたまらなかったが、かなり相手のダイブを警戒したような引き目の配置を取り続けているチームのファルコンス。ディーバの火力がいく、ディーバの火力がナノーディーが逆に来るんだよね。うわなんだか本当に今それシュー見えてた、ブーブーも食らっていたんですが、はい、今ちょっとラッキーじゃない、今シュー見えてたんかな。ここさあ今回はレイジがある、レイジブレード。 K さんこれはさすがに、さすがにですか。さすがにクレイジーラックを押し勝ちます。さあこれでどうにかクレイジーラクーン距離的には同等なところまで押せそうですが、ヒーさんは指導にね、源氏のスキー、そしてハンビーの自爆はまあちょっと攻撃には使えないでしょうね。これがメタかスキンの。さあ高台付近での戦闘となります。うわいい、すごい。さあリップハッピー、リップアッシュ同士の当たり合い、ルシオは逃げられない、知られない、2連続のクリティカルショット、百戦錬磨の千代も逃げられません。これで人数差がついてしまうんです。ずるじゃん。さあこれでただ4人で耐えてはいる、4人で耐えております。高台にいるアッシュに対して牽制することがまだできていません、はい、まあこの高台への攻めが厳しいのはこの戦の特徴ですね。リップここでボブですね。ただカウンターボブ、これはお互いにボブを切ったことで、ただエリア的にはちょっとクレイジーラクーン、これコロッセの目の前、うんね、下がりますね。ここはダイナマイトも食らって前に出ることはできないという状態でした。ナノブーストを温存しています、はい、いやこれは千代のキルの部分、ただ今ギリギリファルコンズがリードはしてるか、そこまで十分に効果的には活かせませんでしたね。佐藤ちょっと危ないぞ、準備きた、ナノナノ準備、ただハッピーリップをハッピーが制したぞ。分かってない場所、フィルダーの今読みでジャンプしましたけども、読みと違う場所にいた、ちょうどすれ違うように。そしてナノハッピー、トロンも抑えている。ナノウィンストンの仕掛けは失敗だ、大失敗ですね。うわそこで、これはそこでハッピーに対して阻害投げるの偉すぎるな。おお、ハッピーが追い詰められていましたが、ハンビンのナイスカバーでした。そしてやっぱりハッピーを加入させ要因で、あれちょっとあれロボット、ロボット、ロボット押して、ロボット押して、ファルコンズ、皆さん、嘘だろ、押しました、はい、嘘だろ。さあ、ただやはりハッピーかなり強いですね。おお、当てるね。とんでもない。我々もちょっとウィンストンになってしまいそうなね。いやー、もうほぼウィンストンでしたよ我々は。さあこの強烈なアッシュの部分の打ち合い、とんでもないレベルになってますね。さあ攻めた、飛び込み、うわスリープうまいな、フィルダー攻めながら寝ている。ギリギリバブルが上がっていたので1名が取り飛びました。準備レイジを上げないとかなり苦しい展開。ヒーさんのレイジはこの派で耐えて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 耐えた、あぶれパックは取れましたね。いやフィルダー覚醒してるな。そして準備がここで復活の準備が、あレイジもあるし、おそらくなんですが、ヒーさんベイトになりましたね、今のキルは。そうですね、結果、コノハでうまくフォーカス変えていましたね、はい、あとプロパ、なんかプロパが崩してるんですけど、プロパが破壊してるけど、なんで何が起きてるの。
この両者わけのわからないところでヒールが大量発生。今僕ブリンクパンチ見えなかったんですけど恐ろしく早い死闘ない。いやただこれはチームファルコンズギリギリのところを、まあ、カバーはできましたが、ね、次の戦いクレジラ君側はレイジ&ボブなので、はい、強いやついるやん。これはファルコンズ勝ち回避するのは難しそうではありま ありますね。あのガッポさん、はい、イデモコロッセをこれぐらいのメートルで、はい、オーバータイムまで行きましたよね。オーバータイムまで行きました。拮抗しすぎだろこの勝負。同じぐらい実力になるとねこうなる。この膠着状態は仕方ない。これ2メートルのリードでファルコンズ勝ち切る可能性ありますからね。ありますあります。全然あります。さあアルティメットはちょっとクレイジーラックンのが強いか。ナノもあるしレイジもあるからな。あただレイジ分が落とされて生き残っているのが現在ハッピーボブですが、ハッピーボブちょっと打つ場所はありません。ハッピーボブ…あ、ちょっと松井君だ。あー、レイジ使えなかった。これは響くかも。珍しいですになった準備。これ多分リードもうちょっと広げられるな。いやこの強引なキルプロパーお見事。今のクレイジーラックの勝ち回に近い回だったはずなので、うわこれを止めるのは至難の技。正直ファルコンにとっては大きいぞ。さあこのナノブーストを生かして状況を変えていきたい。プロパー押し込んでいる。あプロパーが強いんだ。これ中継まではいけそうですか。あと1回当たりますかね。いや中継まで行くのはまだ厳しいですね。あもうたどり着いてますね、はい、さあ準備に。いやただ準備レイジもあるしな。まずはシュー。シューシューがそのキルハッピーをさあそしてリップ続いていきます。もうここはスナーのフィジカル。おお、ちょっとバブルからちょうどあの鼻出てましたね。何か鼻出てたところを当ててきましたかね。鼻にスリーパー当てました。お見事。いや勝負を動かすプロパーハッピー、うん、それに負けず劣らずのシュー、あさらにはメックここで剥がすところまで押し込むことで成功です。これは大きいですね。ハンビンこれさすがに一旦リスに戻ります。これ逆にリードに戻りますが、この間押すことができるのでこれ逆転するかもしれない。さあメックに乗り直したディーバハンビン、まあ、リード奪えるまではいかない かただレイジあるから切ったばかりですので、これレイジで早当たりして荒らしそう。ナノでいくのかな。レイジかな。ファルコンズレイジかナノゲンでいくのか。エリア取られている。レイジっぽいけどな。レイジもある。かなり厳しいですよファルコンズは。さあそしてナノ龍拳が決めてるか。皆さん CR のナノ龍拳。いやレイジですね。ただわかりますよ。するかレイジでいきますね。ビートあるので、はい、でもリード奪ってるし、ないかもしれないですね。ナノウィンとかウルト使わずにリード奪ってるけど、かもしれないですね。なんでこういう中の阻害は戦い方がうまい。ギリギリ。なんか気づいたらリード奪ってる。体力は少ない。なんで。あ阻害入った。ダリでカバー。なんでやねんこれ。なんとか持ちこたえた。戦い方がうますぎるか。準備阻害。いやスリープ食らっていたか。あらスリープ当てた瞬間を3人でのバースト。これは厳しい。ただまだ戦えるが耐えるか。ただもうリード奪ってんだよね。ここはフィルダーは落としましたが、その隙にハッピーがなぜかダブルキル。さあこれはもう、うん、まあ人数差で押し込みましたね。はい、いやリード奪ったのでかすぎるな。ナイススリープからちょっとフィールダーのスリープがゲームをチェンジしてる人が多いですね。どうやってレイジがほとんど吐きていない、うん、どうやってリード奪ったんだろう。リード取りましたね。ウルト使わずにリードは取っていますが、はい、ちょっとねクレイジーラ君もうちょっとリードなんか上から見たいに俯瞰であのシーンだけどうやってリード奪ったんだろう。驚くべき戦術だな。さあこれではっウルト使わずにリード奪うのか。ボブ後ろからダイナマイト入れ込んでこれは下がれない。正面合わせたサウンドバリアでの戦闘継続能力。さらにはブーストで後方に対して圧力をかけに行くハンビン。ワンピック取れてからのその後の仕掛け。これは熱いぞハルコン。持ちこたえてはいるがブリキッドが崩れるか。いやただ今回ジュンビンはレイジもある。シューも今回ナノブーストは吐くでしょう。屋内レイジにはご注意を。サポート2人に対してスリーパー外れた。あえてバックするキャラコンで OK。 そして大パック回収もう一度仕掛けます。さあこれスキルが何もない。完全封殺。ここでジュンビンが崩された。はい崩されましたが、うん、ここはリスから近いですし、はい、ナノブースはまだあるクレイジラ君。おチームファルコンスがどんどんリソースなくなってきました。ここで崩れると終わってしまう。プロパー決死の飛び出し。しかしあまりにも硬すぎるリップという要塞。固定砲台もはやタレット斎藤たち。うわうわブリンク読んでるやん。タッチしなくてはいけなかったのでえぐ。触れませんでした。前守り。いや前目でヒーさん自由。ヒーさん自由じゃないちょっと、はい、怖いけど時間を稼ぐ、はい、細かいところですけれどもいいですね。あ
っとファルコンズ構成を一気に変えた。変えましたね。マウガにするぞ。マウガ、マウガ、そしてフィールがマウガ来た。なるほど、まあ、マウガへの阻害。キリイラ、キリコイラリーって初じゃない今大会。ロバのファラあったっけ。ないよね。これはあまりにも残酷な、ね、キリコイラリーマウガ構成。なんじゃこれ。さあもう使える状況は全て使っていく。もう戦いからがリップのメイよ。テリシラカーの発長スパークみたいになってますよね。なってますね、はい、前目で時間稼ぎ、あのグーシュへの香りを感じます、はい、感じマックスだっけ、ここ怪我してんの今。さあ本当に見たことがないクレイジーラックスじゃないっけ、なんか怪我してる人。ヒーさん合流してきた。まとまっているぞ CR。 さあただ耐えている。なるほど、誰か怪我してるよね。耐えている。マックスが、マックス怪我してる。全員でバブルの中に入って、マックス負傷してるらしい。素材が入っている。一気のラッシュ、そして逃がしません。キルもしている。ファラはね、準備、ファラはウィンストンが落とせる。何でもするなクレイジーラックン。これはまずは一仕掛け、クレイジーラクーン側が差し切りました、はい、いやアルティメットも温存できてます、うん、まあ、まあ、あのベンチャーが、ね、ナノラリー早っ。一人戦でひとたび気を抜けばいきなりデスすることがあるんですよね。ヒタ悪いこと考えてるよ。まあこれはでもリップ早っできましたね、はい、来た人がちょっと悪かったですね。そうですね。もうこれバローでウェイクか。いやマウガに対して圧力、ここでブリザードリップ。あわあ、うわあ、たったったった。勝ちに行くのか。フリーズ解除踏まれましたか。そうですね。でも使った。今のは狙いはですね、やばい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 。バンガ狙いだったんですね。ブリザード、はい、失敗した。マジだ。これお前キャプティブさん、お前が結局キャリーするのか。持ってしまった。サーバージェド、お見事。いやヒーさん3人持ってった。3人持ってっていますが、これで十分です。これで押すことができます。クレイジーラクーンはもう前守り無理なので。やばい、ファラが痛い、ファラが痛い、ファラが痛い。迎えれるか。ムービング抜けろ。避けすぎ。ジュンピンステップだ。ヒーさんは帰れるかどうか。お前帰るか。ドリルダッシュギリギリ上がるんで、いやー、いやー返さない。ハッピー見逃さないよ。悪いな、それは逃がさないよと。空中戦の時代だと。ファラが仕掛けてきました。ただ2分半稼いでんだよな。曲がり角はまずはファルコンズ、ウルトが強いな。ケージアンドは熱い。になると思います。CR レイジオンリーか。これきつそう、さすがに。さあもうそろそろ前線にやってきますが、これ突破したか。さあどうだ。これ勝ったらおかしいわ。決め込むか。さあバブルを吐いたぞ。バブル割れた。さあヒーさん今回はファラにしているので、曲がり角の戦いはかなりやりやすい、これ勝ったら普通におかしいもんね。ここはもうハッピーが見張っていくしかありません。おっと来た。ケージからのヒーさん入っちゃった。捕まってたファラか。まさかのヒーさん鳥かご。これは貧乏くじを引いてしまいましたね。悲惨な結末が待っていました、はい、さあこれはもう厳しいか。お、レイジルタイトル。チョロン時間は稼げます。チョロン嘘だろ。ただ時間稼ぎが限界ですかね、うん。さすがのレイジとはいえ、いやー無理ですね。さすがに無理やりタイムで飛び込んできたんですが、ポイントポイントポイント、いや時間稼ぎはできてはいる。いやポイント、行く行く、あ突破した。しかしこれ、うわ行くぞこれ。なので突破してる。崩しているが、崩しているが、実はポイントフィニッシュしています。いやー本当ですね、うわこれポイントを守れてたら勝ったのか今のレイブ。熱いな、ウルト1個しか頭に取られてしまっていた。おかしいぞ、なんかナノファラヤンキー。いや今サイトサイト2歳ギリギリタッチできていれば、なんでウルト1個で勝てる。一瞬でジュンビンが触って止めたんですが、触ることはできていませんでした。できませんでしたよね、はい、いやーキモいポジション。いや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 。さあこれ高台のリップは相当圧力あるぞ。はい、しかし全1位ラリーサーマジェド、アルティメット上がっています。第1に関してはかなりね厳しかったんですけれども、はい、第2はねちょっと平地の戦いにはなりづらいので、うん、登らないと。しばらくはクレイジーラクーン守れそうではありますね。さあしかしサーマジェド、ここでキャプティブさんはボブで返す。さあチョロンのパイロンがここで破壊された。さあこれは一旦下がらざるを得ない。ただしダイナマイト。さあボブでかなりいい形で時間稼ぎはできましたが、はい、お互いにデスはなし。ボブからのキツネラッシュでここはトレード。お、フィールド変えました、はい、マウガじゃなくなったので、はいはい、壊せないあのパイロン。強いパイロンがあるぞ。さあここから、うん、キャプテンさんだぞ。うわケアが熱いけど、うわ強い。しかも迎え撃ったプロパーのあの場所を落とすことはできません。落とし切ったけど両イラリーが押しています。だいぶ耐えたな今。素晴らしいバレッジでした。一応ヒーさんバレッジありますが、はい、登り切られてしまうとバレッジ決めるのが難しいですね。
さあここで坂道の上まではアルティメットが強いから CR ペイロード進んでいます。さあファルコンズもうそろそろボブが上がりますね、一応クレイジラ君今回ナノ使ってナノブウィンストンか、はい、ナノブヒーさんでいくかなと思いますね、はい、ナノバレチきそうだなヒーさんのことだしナノハラ来ますよ。いやただディーバがいるのでナノブウィンストンが回るかもしれない。ナノウィンカーもないのがイラリーいるとそんな気もしてくる。ビンが一度食らってますね準備。そうですね、まあ、ただ時間稼ぎで今言ってるいった。さあこれは準備にはまだですね、はい、下がってます。さあ次行きそうですね。さあしかしここでフィルダーも時間かかってナノブースト阻害はでも入ってないか。レイジスタート、レイジスタートですね。今阻害が入ってしまったので、はい、レイジからナノブーストはプロパーに回してる。ナノも明かし自爆も明かしたでか。さあただこれは下がって対応無償、ここでサーマジドのキャッティブさん次第あった。あハッピーのボブもエグい。バレッチこれはボブとのトレードになってしまった。サーマジド追加のキャプティブさん、うわいやシューが落ちてしまったのも大きかったですね。ナノブは回せたんですけれども、ちょっとそこの部分で大きく差が開いてしまいましたね。さあ時間稼ぎ自体は相当できている印象。準備のメインタンク構成でよくここまで時間稼ぎできているなという、時代はマジで簡単でしかないんですが、はい、第3まで来てしまった。流れを変えるのはこの男なのか。このディーバに変更してからというもののチームファルコンズがギリギリで突破するような展開が続いています、はい、まあ、ただクレイジーラ君は第1からかなりね時間稼ぎでカートの周りに行くことが多いので、うん、まあ、ここはゴールさえ防げればといった戦いになりますかね。ボブが来たぞ。リップCR ボブ展開はゼータディビジョン構成じゃん。穴切りなんて、いやただファルコンズもここはうまくいなしたいなしましたが、フィンとバイオレットしか使わないと思ってた。これちょっと取り返しに、まあ、相手イラリいるから、まあ、ブリじゃなくて鈴で消したいんだよね。そうですね、正面、まあ、だからキリコかな。準備、まあ、阻害もあるし、生きて帰ってきて穴イラに対してキリコは無類の強さを発揮する。阻害消せるし打て消せるし解除しましたよね今。多分そのためのキリコ、カバンが押しが穴キリが強いというよりかは穴イラに対してキリコが強い。分断は大きかったですね、うん、嫌な形で、はい、本当にバラバラで分断されてしまったの で、 そうですね、そこを見逃さないクレイジーラ君です。ブーストで行っても時間がかかる立ち位置でした、はい、残り15秒。さあ今回どういった攻めを見せるか。さあウルト合戦始まります。飛んだ、そしてキツネ走りスタート。キリコウルト早ない。うわいい鈴ナノバレッジだけど見事にカウンター、見事に準備のレイジが上がらなかった。ここで差し返し、さらには人数優勢の状態、5対3の状態で最終盤面を迎えている。ファルコンズまさかのヒット、まずい。これは崩れるぞ。これはかなり押されますね。レイジで時間を取ることができるでしょう。ただここで最速のモブはこれ来た。いや寝かされた。レイジは阻害とスリープで見張っている。うわ準備落ちた。ペイロードの周り現在ハンマーが予想できています。ここで誰に回す。リップか、リップだ。ナノリップ、やったな。モブ上がんねー。いやーこれはやばい。マジドが流れを変える。惜しいところまでは行ったんですが、ちょっと最後のシューのデスのタイミングが絶妙でしたね。そうですね、これサーマジェドハッピー VS リップのビデオ対決、ね、ちょっと激アツです。ららららららちょっと準備、うん、開幕寝てしまいましたね、はい、顔面ストレートで食らっていました、はい。さあそしてハッピー飛んでいたところエコーに当たりかねないという状況でした。危ない。さあリップ仕事人、リップリップもここはウィドウメーカーで行くようですね。ウィンストン構成で攻めはウィドウなんですね、はい、となるともう急にウィドウメーカー出てくるやんお互い、はい。さあただ縦がかなりウィドウメーカーから側からしたらやりづらいはず、ね。まあ普段はマックスが縦がどうしようもないですか、ね、まあ出てたんだけど今いないから、まあシグマ代わりに使うのは厳しいのかなと。準備隠れましたね、甘えない。さあどこかで、あ、いった、いきなり。さあこれで柱の間、うわえぐいことなってない。スリーパー当てつつハンビン、危ねえハンビン、まだ持ち方えています。今の飛びで準備ほとんど削れなかったのも素晴らしいですね。さあ次は行くぞ、ナノブーストアップ行きそうです、ね、あーいや、崩れた。なんだ今のバーストは。なんか一気に体力ギョリって解けましたけど、おそらくなんですけど、ヒーさんハッピーのヘッドショット、
はい、もう込みのバーストが入りましたね、うん、おかしくなっちゃうね、それこそ見たことがないバーストがトレーサーみたいな減り方しましたよね、はい、ウィンストンが、わお、おそらくハッピーのバーストだと思いますね、今のはハッピーサーバージェルのフィールダーも敵がウィンストンだから穴使ってんだよな、バテじゃなくて本当はでもバテやるんだけど敵がウィンストンだから穴出してる、まあ、スリープと阻害があった方が対処しやすいから、涙が出ている、顔面がボコボコだ阻害というかビンやった方が本来準備が戦うマップではありません、しかしそれでもけなげに飛んでるのは準備さあもう顔面がもう 蜂に刺されまくっているかのようなボコボコ顔面になってますが準備いやなんとかまだ耐えていますよ準備さあ曲がり角にまでナノブーストいつでもいける体力が少ないいつでもいけるが全然いけないいやグラビティフラックスハンビンの圧力は後方さあこれはえっまあ相手の構成がシグマ使ってこないと読まれてるかもうわマジドエイムが綺麗ねいらないじゃん爆発これはタウジの二の矢だただここはヒーさんがシグマで無双してるコピーして回っているんですかねこれはもう準備が戦い切ることができていますあとはナノのシグマを落とすのみ岩で一度牽制されますがここは拳で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 貫いた拳で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 先ほどキーさんプロパンを落としましたねあの瞬間ですねファルコンズ側のねグラビティフラックスの合わせがあったはずなんですけれども、うん、そこで逆にキルを起こすという、はい、いやそこからね人数差が生まれてのカウンターが発生しましたので、うん素晴らしいフィジカルです、キーさん危ないところでした、第一突破いや、もうごちゃごちゃいやただ、これはヒーリングパイロンが落ちましたかねさあ、マジェロヒーリングパイロンここから登り切ってからは、ウィンストン一応ジャンプの距離確かにまあ、ありますけどあー、これジャンプできないわかんない、ジンビンがシグマ使わなすぎてわかんないあ、ただバレッジ来たバレッジが割れた後はバレッジのエンジンキッカーヒーさんカバーが入ってる、はい、ヒーさんが救うただここでタンクを落としたことで、ワンチャンスを生み出してます、まあ、シグマはやっぱ読み合いが大事だからね、シグマ対シグマ読み合いとかがやっぱ勝ってんじゃないかな、経験のクルクル中ヘッドショットはならずとさあただここはシグマ構成なので一応ギリ出れるおおなんか当たりそうな感じだうわラリー来たうわーエグーそのラリーチョロン4人にスタンフォーマンスタンしかしヒロを回しながらビートを降り出してエイムはいいんかい右クリックで右クリックエイムも必要です今のウィンストンはウィンストンもエグーすのは強い本当にね見てください第2の突破スピード素晴らしいマックスいなくても強いちょっとね第一とんでもないバーストでジュンビンもう顔ボッコボコにされてましたけども、はい、それをやり返すかのような第2でしたねいやここまで来て一気に時間を確保できているクレイジーラ君本来の戦い方ではないハンビンがシグマじゃなくてディーバにした、ね、これは構成的にはあっという間にファルコンシグマを変えさせたぞついにウィンストンが、うん、ちょっとタイム的には怪しいシグマからディーバに変更危ないさせるの強いな正面は一度バブルを焚きながらウィンストンゴリ押しで貫いたクレイジーラ君アルティメットはふんだんに揃っているぞむしろこのウェーブが一番チャンスかもしれませんそうですただキャプティブさんが上がってくるそれ次第ではわからないあ狙っていた側面逃げたいやーサーバージェの逃げ方うまかったですね今のは、はい、釣った形になりましたが、まあ、マックスだったらもっと強いことはありそうだよね強いから出してるわけだマックスってもらってリップあれ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 チアルあれキャプティブさんが使えないそうチアルちょっと強すぎチアルいやナノムーンチアルここから2段が前のバルネットペイロードフィニッシュ3分45秒 あまり標準的な戦い方ではありません残り1分からのスタートですチームファルコンスは時間も少ないので相当押し込まないと、まあ、猶予はありませんただちょっとチームファルコンズがこのちょっとカウンター気味なね、はい、マジエード全にやったかもしれないこれが刺さったバティゼニクイーン、うん、何やこれ負けましたねただリップの構成の課題になります構成なんてもうないのかなブンダーも刺さるジャンカクイーンがブンダーうーわーそれがいけど壊すの早コーチが早いさあ逆にカウンターできるぞファルコンズ挟み込んでのカーネイジここはウィンストンにとってはかなり苦しい展開ですリップがハッピー落としたここでワンピック合わせていますシュウもさあそしてリップここは無理はしないさあマジェットが落ちてしまったこれはリップエイムよ終わるえ勝つのこれ CR 落ちてしまったえー強なにこ
ここでハルトラッシュだ。まだ勝てる。これに対してはマウガも出ているので、これこの回以外では いやハルトの名神明これ絶対強い。さあ TP 絶対強い。これハルトの名神明手前分断これ絶対強い。ハルトここでタブソにハンマー振っている。さあ誰かが事故ったら即終了。即終了です。やばい 0.73m。 これ相手のストークスリー。やばい盾構えてヒール分断してる。いやこれはいやいやらしい。チャージ。いやこのまま準備踏み潰し。盾構えてアナのヒール全部止めてた今。いやもうこれは厳しいですね。もうおかしい強い。仕上げはハルト。いや今の構成のテーマ、まあ、はい、あの TP で行くのもありですけれども、うん、ちょっと TP で行くのはやめましたね、はい、かなり身構えていたのでそこではなく、はい、まあ、手前のマウガが来たタイミングでハルトもヒール分断で盾構えるだけ、うん、ハルトの盾が割れそうというかハルトが厳しくなってきたら、はい、メインの壁で分断するという永続分断でまずは手前からっていう、はい、二重窓、はい、マウガ崩し。